ちは、さくらでーす。今回も少女地獄の毒娘プレイしていきます。シャープ4、この地獄にもお付き合いください。では、まあ、少女の魂ヒイラギマホロさんのイベントやっていきます。声を聞く。ごめん、ごめんね。約束してたのに汚してごめん。あ、マホロちゃんだ。なれ慣れ慣れしいな、毒娘。え、どうして私の名前？これ、この絵本読んだんだけど、すっごい良かったよ。あー、くそ可愛いな、こいつ、マジで。ちょっとここにサインとかいただけますか？毒娘さんへーって、ちょこっとでいいんですけど。絵本読んでくれたんだ。いやー、私の血で汚れて読めなくなった、見えなくなっちゃった二人の夢。いや、それヒイラギさん悪くねえからな、そんな気にする。まあでもそういう性格の人もいるしね。読んでくれたんだ。じゃなくて浄化完了、よくわかんないけど、やったー、よかったね。あ、僕の浄化が完了したみたいだぜ、緑。つうか、あの俺パート切らなきゃよかったな、これ。4スタートして速攻終わったんだけど、まあ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 。あ、マジか。いや、ちょっと待って、これどうしようかな。パーツ繋げるか。どうだかな。あんま期待しすぎるとまた死んだ時後悔するぞ。また死んだ時ってことは多分今生きてるってことですかね。でも毒娘最初亡者でしたけどね。まあまあまあ、まあせやな、そやな。いや、こいつダイレクトアタックしてくるんだけど、マジふざけんなよ。それにこないだ SS レア出たし、そうなってくると実質無料だし。そうだな、うん。それ実質無料。はいはい、地獄は意外な、いやマジな、意外な銃でした。いやマジ地獄が手元にあるからマジ辛いんだけど。なんだろうね。浄化完了。あ、久々。他も2枚目だね。久々ミニチュア娘だ。まあまあまあ。うん、でもね、まあ、ステッカー2枚目。ちょっと待って、今ね、ガチャ10連の、お、ダイレクトアタックがマジで王を引いてる。やばい。予想外でびっくりしちゃったけど、今度は驚かない。ふ、まあまあまあ、まあ。見つけたわ。え？この泥棒猫。え？ピャッピャッ言いましたけど、突如驚いた声に毒娘がびっくりと飛び乗りた。振り向くと喪服に耳を包んだ少女がこちらを見つめている。嘘、聖者？うん、もしかして。それ以上お嬢に近づくのはやめていただきましょう。やっぱり毒娘、ええ、この子たち放送で言ってたもう一組の一心一体の子だよね。ねえ、ステッカー集めてるのって君たちでしょ。いや、うん、あ、白い毒娘。なんで無視すんの。
泥棒猫が話してんのに。待って、泥棒猫って何？ほんとバカはいいな、うん、失礼、一度行ってみたかったものだから。行けません、お嬢、そのようなしもじもと関わっては。モテる者こそ持たざる者に敬意を払わなければ。なるほどな。でもしもじも釣ったことは絶対忘れねえからな。その思想こそが青き地、貴族の足並み。そうでしょ、絶対忘れねえからな。お嬢、なんとご立派な。それと足並みではなくたしなみでございます。そうとも言う、いや、そうとしか言わないし。って、ちょっと！あ、やべ、飛ばしちゃった、普通に。少し表情が幼くなったように感じるのは気のせいだろうか。少女は上から下まで余すことなくこちらを眺め、何した、ちょっ、いや、それは別にいいんだけど、ゲームのキャラクターだしさ。ちょっと待って、さっきのさ、もう一回見直してもらって、もろて、まあ、両手を広げると、ぎゅっと力を込めて抱きしめてきた。お、嫉妬イベントじゃねえすか？毒娘ちゃんの嫉妬イベントっすかね。ほかほかね。あ、回路的な。ああ。いけません。あなたの麗しい体育をそのような野獣に。おっと、それ女の子が発したな。はあ、今野獣って言った？これ私の体なんですけど。いいから早くそのスケベな子離してよ。スケ、なんと優にこと書いてお嬢ハレンチオバーリとは。ハレンチってよく聞くけど、あんまり意味やがってないんですけどね。お嬢、どうか私に受肉の許可を。この者どもを毒に染めてみせましょう。受けて立ってあげる。君、私に体を。自分の毒娘の呼び声と少女の白の呼び声が重なった。同時におとなしくなった毒娘たちを見て、少女が微笑む。ドヤ顔かよ。クソかわいいな、こいつ。なんだこ、なんだこのゲーム。なんだこのゲーム。そらさぬ人に、堂々とした振る舞い。相手を受け入れる度量。気に入ったわ。ありがとうございます。ありがとうございます。でもすいません、ちょっとね、自分、毒娘がいるんで。と気持ちは受け入れられない。あなたを、この私の好敵手と認めてあげる。マジで受け入れられない。ちょっと待って、解釈違いだわ。そっか。何をおっしゃるのです？好敵手に。お互い正々堂々と行きましょう。第一区画の少女地獄は残り少ないわ。行くわよ、シロ。お待ちください、お嬢。見てたのかよ、こいつ。今回は私たちではないわ。そちらのスモールな女性とほかほかの聖者に与えなさい。ん？言い方！なんなの、あの子たち。すっごい変な子。せやな、確かに。勝手にライバル宣言してきてドン引き。ねえねえ、あの女の子に触られてどうだった？あれ、毒娘さん、まあ毒娘さんがそういう、ドキドキした？あんな風に誰かに触られたことってある？はあ、
ない。あ、ないんだけど、ないんですけど、ないんだけど、マジないんですけど、この質問ふざけんなよ、ドクムス。くそだよ。こいつまで煽ってきやがる。ない。初めてだった。プライベートな質問だ。え？あ、酒だよな。プライベートな質問だ。避けさせてくれ。100ほどある。どうしようかな。何のステータスを上げるか。あ、でも肉体どうしようかな。あ、移動速度上昇。あー、ちょっと待って。独上化、キャンセル耐性。あ、でもこれだったら100ほどあるでいいや。ほうほう。もしかし、何それ、ずっこいずっこい。あ、そっちか。いや、種類はちょっと違うかな。なんか面白くない。こいつ可愛いな。マジかこいつ。私さ、はい。体をもらってる時は君が骨だし。ちっこい体の時はちっこすぎるし、あんな風に人の体に触れることってもう一生ないのかな。あー、そういうことか。いや、そうだったらちょっと茶化してしまったのは申し訳ねえな。結構やっぱり人のぬくもりっていうのは一番人を落ち着かせる効果があるって言いますからね。それこそあれですね。もうやめやめ。それこそ子供が親御さんとかに、まあ、抱きついたりとか、おんぶや抱くを求めるのもそういう形での、まあ、安心するための一つの方法ですからね。あれ、このパート始まってからまだ銃を撃っていない。もしかして、あれ撃ったかな。まあいいか。とりあえず、まあ、新しい毒装備ゲットできたんで、構成毒ヒイラギマホロ、毒娘、攻撃力に、